こんにちは。たった5分であなたの免疫機能を復活させ、花粉症改善に導くカウンセラーの大久保です。はい、今日も、ちょっと恒例になってきました、Q&A シリーズ、行いたいと思います。ですね、今日のテーマはですね、てか今日の質問はですね、私は花粉症ではないのですが、家族全員が花粉症なのです。そういう場合、私もいずれ花粉症になってしまうのでしょうか、という、質問がありました。その答えですけども、花粉症になってしまう可能性は高いと思います。なぜかと言いますとですね、これは遺伝とかそういうものではないんですね。それ関係ないんです。じゃあなぜ花粉症になってしまう確率が高いかと言いますと、それは自分の家族ですね、やっぱ血がつながってるとか、身近にいるとか、そういうことがすごく大きいんですけども、そういう人たちが花粉症になっているということは、いずれ自分も花粉症になってしまうのではないかという思いが常にあるんです。自分で仮に意識していなかったとしても、そういう意識と潜在意識の中にありますので、そうなると花粉症っていうものは発症してしまう可能性が高くなるんです。やはり、花粉症というのはアレルギー症状なので、アレルギーというのは、これ何度もお伝えしているんですけども、精神的なものがとても重要なもので、それによってすごく左右されるものなんですね。ですので、やっぱし家族が周りに、家族が、花粉症だという条件があると、やっぱしね、いつかは自分もなってしまうのではないかというふうに思ってしまうのは仕方がないので、そうなるとやはり、花粉症になる可能性というのは高くなってしまうんですね。ただですね、もちろん改善方法はあります。特に今花粉症でないとするのであれば、やっぱしね、先ほども言いましたように、アレルギー反応というのは気持ちの問題、精神的な問題というのはすごく重要になってきますので、私は大丈夫なんだと、家族いくらね、家族みんなが花粉症になっていたとしても、いや私は大丈夫なんだということを常に思っていれば、花粉症になる確率っていうのはぐんと下がります。これは本当です。アレルギー症状、アレルギー反応というのはそういうものですから、他の回でも言いましたけども、例えばテレビでね、アナウンサーが花粉症のシーズンが始まりましたねって言った瞬間、それを聞いた瞬間に鼻がムズムズしてくるなんていうことがあります。それはもう完全に心とか精神的なところに左右しているからなんですね。今まで平気だったのに、それを言われた瞬間にそうなるわけですから、アレルギー反応というのはそういうものですので、どうかね、今花粉症でない方は、私はもう大丈夫なんだ、これだけ周りで、ね、花粉症になっている人が多くても、私はなってないってことは大丈夫なんだっていうことを常に思っていてください。よく花粉症っていうのは、花粉がね、体内にどんどん蓄積していくと、ある一定のところを超えると症状が出てきますよっていうことも言われていますけども、それも大丈夫です。そんなことはないんです。ないと言ってもいいんですね。なぜならば、生まれたての赤ちゃん、そうですね、2、3歳ぐらいの子供でも花粉症を発症してしまうことってあるんです。それは花粉を吸い込み続けたから花粉症になってしまったっていう、ね、説明がつかないじゃないですか。こんな、ね、2、3歳ぐらいのお子さんっていうのは。なので、そういった、なんですか、この蓄積されて花粉が入って、ね、蓄積されてある一定のところを超えたから花粉症になってしまったということも説明はつきませんので、もう大丈夫なんです。もしあなたが今花粉症でないならば、私は大丈夫なんだって思っていてください。それだけで全然違いますので、はい。そういうことでね、今日は、家族がね、花粉症だったら私も花粉症になってしまうのではないかという質問に答えさせていただきました。はい、
それでは以上で終わりたいと思います。たった5分であなたの免疫機能を復活させ花粉症改善に導くカウンセラーの大久保でした。これからもどんどん情報発信していきますので、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。